チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもうマジかですね。面白いです。はい、コズの趣味部屋へようこそ。はい、今日はね、公約通り、また天下一武道祭行ってきました。いやー、もちろんね、ドラゴンボールスーパーのコミックをね、書いてる、豊太郎氏のサインをね、いただきに行きましたよ、朝一で。ね、朝一って言ってもね、一応家を6時半ぐらいかな、出たのは。で、車で行って現地着いたのが、8時ぐらいですね。うん、で、8時ぐらいに着いたんですけど、一応ね、その物販コーナーで、列が形成されてましてね、その、列がすでにもう20人ぐらい並んでたんですね。で、先着100名なんで、まあ、正直な話ね、余裕でもらえました。はい、いやー、あんまそんな早く行く必要なかったかなぐらい余裕でしたね。一応サインの、交換券が終了したのがちょうど10時、オープンと同時に、終了、100人を、達成したということでね、終了しました。だから10時までギリならね、10時までギリ間に合うかなぐらいですね。まあ、その後も続々来てましたけどね、もうすでに係員がね、もう配布終わりましたっつってね。で、なんかカップルがね、悔しそうな顔してましたけどね、先週は私がそうでしたからね。はい、先週はね、前回の動画を見てみれば分かりますけどね、前々回か、まあ自業自得なんですけどね、1時20分に行ってますからね、あるわけがない。はい、ということでね、一応ね、まあ2時間並びましたね。いや、なんだかんだで、いやー、ほんとね、まあそんな暑くなかったんでね、今日はまあ耐えれましたけどね、ちょっと外の方に並ばされたんでね、で、一応ね、まあ最初に渡されたのが、こちらですね、スーパーサイヤ人ブルーになれるね、お面、これをつれと、2枚、はい、もらいました。はい、一応 not for sale、はい、ですけどね、一回もつけてないですね、恥ずかしい。まあ、つけてる人もいましたけどね、まあ、子供かもしくはちょっと痛い大人がつけてましたね。はい、で、で、まあ、それで、ですね、まあ、その、またぶっつっちゃったけど、それでね、はい、とりあえずね、サインをもらうのに、コミックを、買わないといけないんですね。1冊以上、買わないといけないんですけれども、まあ、何冊買っても、もらえる色紙は一つということで、私はね、ドラゴンボールスーパーね、一巻も持ってなかったんでね、ざっと、3冊まとめ買いしました。まあ、今のところ3巻までしか出てないんですけどね。はい、一応ね、原作鳥山明、漫画豊田ということでね、また背表紙もこうつながる感じのコミックですね。はい、でこちらまだ読んでません。まあアニメと似てますけど若干ちょっと違うみたいですけどね、まあ、そこら辺がどういう感じなのかっていうのも気になりますけどね。いやー、やっぱ豊太郎さんの書いてるのはやっぱ似てるね。鳥山明さんの先生のね、
絵に似てるわ。アシスタントだったんだっけ、どうなんだっけ、知らないけどね。すごいよね、ドラゴンボールを継ぐっていうのはすごいことだと思うよ。すごいプレッシャーの中書いてると思うわ。失敗許されないからね。はい。で実際にまあそのいただきました、サインなんですけれども、お見せします。はい。一応ね、名前がねちょっと入っちゃっているんで、そこを隠しながらね、行きたいと思います。はい。こういう感じ、こういう感じでいこうか。はい。ここにね、自分の名前が入ってます。何々さんへということでね。で、豊太郎さんの直筆サイン。はい。で、絵柄がこうですね。すごいドラゴンボールスーパー。悟空のこの顔がいいよね。はい、ちょっと今見えちゃったらカットしましたけどね。いやこれがいいね。すごい、これが欲しかった。このためにもう2時間並びましたよ。いやいいね。中にはね、フリーザの服着た、女性の外人さんがいましたけどね。はい、なかなか目立ってましたよ。と、はい、いうことでね、裏は、まあ、色紙なんでこういう感じで。はい。ということで、無事ね、買えました。はい。で、そのまま物販コーナーを見てたらね、なんか、ちょっとね、人だかりができてるところがあって、見に行ったらですね、これまたびっくりなんですけれども、まあね、前回品切れでなかったドラゴンボールカードダスが、緊急入荷してましたね。はい。いやこれすげえラッキー。まさか手に入ると思わなかった。まあね、プレミアムバンダイで受注生産するから別にね、買わなくても買ってもいいんだけど、あったら買うよね普通に。ドラゴンボールスーパーと普通のドラゴンボール編のやつですね。はい。いやかっこいいわ。いや一応ね1人 5個までって書いてあったんですけど、まあ、最初はね、まあ、ほとんどの人は1人やっぱ1冊ずつ、まあ、もしくは2冊買ってましたね。はい。まあ結構量が、在庫がねあったんで、まあ余裕かなと思ったんですけどね。一応自分もまあに、ニコニコで買ってきたんですけどね。はい。でもね、結局なんだかんだ4時5時ぐらいまで、現地にいたんですけど、なんだかんだね、ドラゴンボールカード出す帰りにはもう完売品切れになってましたね。もうねその最中ですよ。もうなんかメルカリでね、もう速攻で売られてたんですよ。いや緊急入荷して、もうその場でも写真撮ってメルカリに載せて売ってるっていうやつがいたんでね、ほんとなんかこういう転売ムカつくわと思ってね。俺はもう印刷かかったけど別に俺これ売る気ないですからね。いやほんと転売屋はどうなんだろうね。なんでああいうことするかな。だからほんと皆さんね、別に受注生産されますんでね、慌てず、お待ちした方がいいです。はい。今なんかね、まあ、今回、緊急入荷で、販売されたんで値はちょっと落ちましたけどね。一時期9000円とか値がついてましたね。2冊で1冊1200円ですよ。2冊で2400円、それが9000円で売られてるっていう事実、これがおかしいよね本当と。だから皆さん絶対買わないでください。本当手出しちゃあかんですよ、転売屋に。
転売は撲滅しましょう、本当ね。はい。で、普通に、またね、入場しました。またね、券をもらってね、ついでにね、はい、またカードロンボールヒーローズのね、カードもらって。で、物販コーナーでカード出す買ったんでね、またスリープももらいましてね、2000円以上だったんでね。でですよ、またね、早慶体験コーナーで抽選行ったんですけど、午前の部は、もうすでに、整理券というかね、もう配布が終了してまして、午後の部、まあ、どちらにしろね、サインもらえるのが、その整理券っていうのが配られるのが、10時からだったんですけど、実際サインが始まるのが、14時に、2時からだったんですね。だから本当結構待ったんですけどね、時間潰したりで。で、まあで、その間ね、午後の部の造形のやつを、結構ね、やっぱ応募者がいっぱいいて抽選になったんですね。それで、まあ、抽選券、連れと二人でもらいまして、まあ、今回一つ番号をずらしながらもらったんですけどね。で、実際、サイン書いてもらった後に抽選結果を見に行ったんですけれども、ここでね、なんと私の番号が当たってました。はい、ということでね、実際と造形とは何たるかっていうのをね、教わってきました。今回の先生がですね、まあ造形展開地で、活躍してますね。そうですね、フィギュアでいうと父と、あられちゃん、はい、そちらの造形をね、やった、何先生だっけ、ですね、原型師がね、木山さんですね、はい、鬼の山と書いてね、木山さん、こちらの方がね、今回の先生だったんですよ。すごいですよね、あのクオリティのあられちゃんを作った人ですよ。その人はね、普通に、悟空の道着を着てきましてね、はい、で実際にまあなんかセットみたいなのが、机がね、18個20席ぐらいあるのかな。でそこで、まあ席に、好きな席に座れる感じだったんですよ。で座ったら、なんかね、前の親子がね、なんか机の中を見てるんですよ。で俺も見たら、なんかコレクタブルフィギュアが入ってたんですよ。まあもらえるのは分かってたんですけど、わあこれね、うん、でなんかこれ一緒かと思ったら、これランダムなんですよ。席によって入ってるフィギュアの種類が違うっていうね。そこで初めて知って、なんか前の親子はなんか気に入らないフィギュアだったのか、なんかまだ席が空いてるところのフィギュアをね、なんか見てるんですよ。でなんかベジータが欲しかったのか、なんかベジータはじゃないっつって、うん、なんか結局なんかその親子が持ってたのはゴールデンフリーザだったんですけどね、うん、いやゴールデンフリーザでもいいだろうと思ってね。で実際は私もね、一応見たんですけど、うん、俺的には悟空が欲しかったけどね、まあもらえるだけ良かったんですけどね、まあ、入ってたのは、こちらです。ドラゴンボールスーパーアニメ30周年アニバーサリーボリューム4、スーパーサイジン3ゴーテンクス、これが入ってましたね、私の机の中に。この横がね、時
扉にこうつながるやつですね。はい。で、自分のね隣の席の親子はなんかもうほとんど親子すれば多かったんですけどね、私の隣の親子は、シャンパでしたね。はい。うん。なんかこう全部一緒だと思ったんだよな、種類。席によって違うってちょっと辛いね。うん。で実際まあいろいろね、道具とかも入ってて、あと作り方が入ってて、初級がね、ドラゴンボール通信中の作り方で、中級がクリリンの顔で、上級が悟空の顔っていうね順番でなってましたね。で自分は一応悟空の顔上級狙いました。はい。あのね、ほとんどの人が最初悟空を作ろうとしてやり始めたんですけど、みんな挫折しましたね。はい。ほんと難しかったですね。でみんな結局な他の人通信中作ってましたね、初級の。はい。で隣のね親子なんかいつの間にか親だけしかいなくなっちゃってて、でその親のお母さんだったんですけどね、それはねもう諦めずに悟空作ってたんですよね。で結局賞をもらえるんですよ、一番頑張った人みたいな、うん、出来が良かったっていう人が、あの造形師の方が決めるんですけど、なんと私ではなくてね、隣の人がもらってましたね、隣のお母さんがね。いや俺もね、先生に、木山先生にね、アドバイスとか受けて作ったんですけど、まあ、実際ね、まあ、木山先生に、うん、ちょっとひそひそ話で言われたんだけど、なんか紙の作りとかよくできてる、一番いいよって言われたんですけど、でもなんかこう増えて、一応ちょっとそれでもなんか賞は小さいお子さんがいる方に、あげるんでって小声で言われたんでね、あこれはなるほどそういうことかと。はい。で一番優秀だった人には、ご飯のアッパーカットしてるあのフィギュアかな、うん、セールにアッパーカットしたあれをもらってましたね。はい。うん、それが隣のお母さんだったんですよ。もう子供どっか行っちゃってて、お母さん一人だけだったんですけどね。うん、で結局自分がね作ったのをどんな感じか見せましょう。はい。これひどいですよ。はい。この出来以下でしたが、そのお母さんはね俺より全然正直な話、下手でした。俺が一番よくね、悟空作れてましたね。つうかむしろ悟空作ってるのも多分その二人だけだったと思うんですけど。で、実際、悟空作ったんですけれども、まあ粘土です。粘土に木の上にね、粘土とか貼り付けてやったんですけど、まあ実際ね、まあ実際こうやって、ちょっと薄いですけど、この斜めにね、こういう悟空の型を取るんですね。はい。見本というかこう型取りの悟空の絵があるんで、それをなぞってこう型取って、粘土で、造形を作るんですけど、結局自分が作った悟空はこれですね。はい。ちょっとこう髪の毛とかね、ちょっとあれなんですけど、これでもね、俺一番よくできてると思った。周りと比べて。いや時間、結局ね時間が来ちゃって、1時間半やれたんですけど、結局時間が来てできなかったっていうね、中途半端に終わっちゃったんですけど、結局口もね作れず、髪の造形とはあれだったんですけど、見本はねデラックス F フィギュアの悟空がモデルだったかな。実際見本のやつも見せてもらったんですけど、めちゃくちゃ出来が半端なかったっすね、やっぱさすがに。ここまでで出来たのはなんかすごいって先生に褒められましたけどね。うん。最初でいきなり。
まあでもショーは本当ね、まあ、小さいお子さんがいたっていうことで隣の席のお母さんがね、もらってましたけどね。ということでね、で実はねここで木山先生とね内緒話したんですけれども、連れがね実はねあられちゃんのガッちゃんが好きなんですよ。でちょうど前に話してたんですよね、ガッちゃん欲しいからあられちゃんあれすごい出来良かったからあられちゃん作った原型師の方になんかファンレターかなんか送ってガッちゃん作ってくださいって言おうかって言ってたんですけど、なんと今日の先生がその人だったっていうね、まさに奇跡ですよね、ミラクル。でちょうど先生とね帰りなんか結局なんかみんなすぐ帰っちゃうんですよ。で俺とその連れだけ残って木山先生と3人になったんですよね。でその時にじゃガッチャン作ってくださいっつってリクエストを出したんですよね。でそしたらいやー本当は自分も作りたいんだよねって言ってて、で一応ねなんかもうガッチャンは作ってるんだよって言われて、えどれですかっつったら、わーこれの、ガッチャンですね、ガッチャンあられちゃん、のり巻き先生せんべい、うんを作ったのも木山先生なんですよね。だから実際ガッちゃん作ってんだよつって、でもわーこれなんだよねって言ってて、で一応なんかねまあ作りたいとは言ってたんだよね、もう本当はねあられちゃんの方が好きなんだよつってて、だからガッちゃん作りたいけどでもね周りがねって言ってたんだよね。周りにスタッフがいたんですけど、多分おそらくそのこのね、そういうパンプレスと関係の人たちだと思うんですけど、それが OK 出さないと、作れないっていうのを伝えたかったんでしょうね、周りから OK が出ないと作れないんだよって言われましてね。ただ本人は本当あられちゃんが好きで、ガッちゃんとか本当あのサイズでね、あられちゃんと同じサイズで出したいって言ってたんですけどね、まあ一応、まあ、出せたら出してくださいってお願いして、一応帰りました、はい、結構いい人でしたね木山先生も。本当気さくな人でね、めっちゃ話しましたね。あんなに話したの俺だけじゃないかな。周りの人は本当結構なんかサバサバしてましたけどね、ということでね結婚という意義な一日を過ごした感がありますね。いやー本当面白かった今日は、サインもらえたしね豊太郎先生で、カード出すも変えてで、ね本当憧れつうかね、ほんと話したかった木山先生と、ほんとマジでね、話せる、このね、運命つうか、直接言えると思わなかったですね、もう面と向かってね、一応もう思い切って面と向かって言えたんでね、ガッチャン作ってくださいって。だからほんと、いい、素晴らしい一日でした。こういうね、初めての、造形の難しさっていうのをね、知ったつのもねいい経験ですしね、まあ、皆さんこれを見てどうでしょうかね、はい、私に才能ありますかね、ないですね、はい、ということでね一応今回はね、そういうことで、まあ、結果的にね、こうね豊太郎さんのサイン無事もらえました。はい、ということでね、今回は、以上になります。今回もね長々とね、ご視聴いただきありがとうございます。次回もね何かしらのフィギュアでお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。